ロンドン条約または1839年のロンドン条約と対比して第二次ロンドン条約は1867年5月11日に締結された多国間条約である。広島戦争とルクセンブルク危機の後に締結されたこの条約はルクセンブルクの未来とヨーロッパ諸国の間の関係を大きく影響した。条約の直接的影響は 1> 第1条の通り、オランダ王国とルクセンブルクが、オラニエ・ナッサウ家をオーにして、同訓連合を組むことを再確認した。この同訓連合は1890年に、ミルヘル・ミナがオランダ女王に即位した時まで続いた。ルクセンブルクではサリカ法が採用されていたため、彼女はルクセンブルク大公になれなかった。彼女の代わりにナッサウ・バイルブルク家が大公位を継承し、 ルクセンブルクが自らの王家をいただくようになった。ルクセンブルク危機はフランス皇帝ナポレオン3世がオランダ王ウィレム3世からルクセンブルクを購入しようとしたことで勃発した。この時、ルクセンブルクをオランダの支配下においてフランスから守ることがプロイセン王国の最優先事項となっていた。また、第一次ロンドン条約で認められた。 ルクセンブルクの衛星中立はこの条約で再確認された。1839年の条約に署名しなかった国がルクセンブルクの中立を保証した。ルクセンブルクの中立を保証するために、ルクセンブルク市の西にある北方のジブラルタルとして知られた要塞軍は取り壊され再建を禁止された。ただし、ルクセンブルク市の東にある中世以来の要塞は、 存続を許された。要塞は16年間、合計150万金フランかかり、長さ2 4トル以上の地下防御が壊され、4ヘクタールに渡る方角、砲台、バラックが破壊された。この要塞軍の遺跡は現代でも残り、ルクセンブルクの世界遺産として登録された。さらに、1815年のウィーン会議の定めにより、 ルクセンブルクに駐留していたプロイセン軍は撤退することとなった。7週間戦争によりドイツ連邦は崩壊した。ドイツ連邦の加盟国のうちルクセンブルク大公国とリンブルフ公国はオランダ王を原主としていた。連邦崩壊後の状況を明らかにするためにこのロンドン条約では連邦の終焉を再確認、リンブルフがオランダに併合されることを認めた。 条約により独立したルクセンブルク対抗国は、オランダと同君連合を組んでいたが、ドイツ関税同盟に再加盟し、同君連合が解消されたずっと後の1919 19年1月1日まで続いた。イタリアは会議に招かれなかったが、イタリア王、ビットーリオエマヌエーレ2世は諸国を説得して、イタリア代表を受け入れさせた。イタリアとルクセンブルクの関係は薄く、 ロンドン条約はイタリアに全く影響を与えなかったが、イタリアが大国として初めて多国間会議に参加した瞬間であり、新生イタリア王国にとっては象徴的な意味が大きかった。ありがとうございます。